ジャレット、トーマス・ゴフは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ノバート出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のデトロイト・ライオンズに所属している。ポジションは、クォーターバック。幼少期は、サンフランシスコ・フォーティナイナーズのファンだった。ケント・フィールドのマリン・カトリック高校卒業後の2013年1月、ゴフは、ボイシ州立大学やカリフォルニア州立。 大学フレズの校などからの誘いを断り、カリフォルニア大学バークレー校に入学した。同年8月に先発に指名され、開幕先発 QB となった。レッドシャツ経験のない1年目 QB が開幕先発を務めるのは、同校史上初であった。その後3年間にわたって先発 QB を務め、通算パス獲得ヤード12,195や、通算 TD 数96など、 二2 6の学校記録を打ち立てた。ゴフが2016年ドラフトにエントリーを表明すると多くのアナリストが一巡指名を予想した。そして2016年4月28日、セントルイスから移転したばかりの地元、ロサンゼルス・ラムズからドラフト全体一位指名を受けた。なお、ラムズは全体一位指名権を有していたテネシー・タイタンズから指名権を譲り受けるために、 翌年の指名権も合わせて、計6個の指名権を譲渡した。2016年6月9日、ラムズと4年2790万ドルの契約を締結した。背番号16は、幼少期に憧れていた、49アーズの縄文棚にちなんでいる。開幕から9試合は、ベテラン 9B、ケースキーナムのバックアップを務めた、5フであったが、 チームの成績低迷などもあり、先発へ昇格した。プロ初出場となった、マイアミドルフィンズ戦では、パス31回中17回成功、134ヤード、0TD、0INT の成績で、チームは10から14で敗れた。2016年のゴフは7試合に出場し、パス205回中112回成功、1089ヤード、5TD、 7INT の成績に終わった。チームも4勝12敗で、地区3位に終わった。2017年、2018年と、連続して、地区優勝を遂げた。2018年には、第53回スーパーボールにチームを導き、先発 QB として出場したが、ニューイングランドペトリオッツ相手に3から13という、史上最低タイのロースコアで一つもタッチダウンを取れずに敗れた。 2020年には負傷にもかかわらずチームをプレーオフに導いた。2021年1月31日、ドラフト券や複数選手を含むトレードによってデトロイトライオンズにトレードされた。レギュラーシーズンポストシーズン。ありがとうございます。